ジャイメ一世は、ポルトガルの貴族、第四代、ブラガンサ公、第三代、ブラガンサ公、フェルナンド二世と、その二番目の妻で、ビゼウ公、フェルナンド王子の娘であるイザベルの間に次男として、生まれた。王権の身長を図る国王ジョアン二世によって、1483年に、父フェルナンド二世が、翌1484年には、 母方のおじであるビゼウコウディオゴがそれぞれ無本の罪を着せられて処刑された。ブラガンサ公爵家は所領を没収されたため、ジャイメとその家族は隣国カスティーリアに亡命せざるを得なかった。1495年にジョアン2世が死去し、ビゼウコーを継いでいたディオゴの弟がマヌエル1世として王位につくと、ブラガンサ公爵家は罪を許されて1498年に帰国した。 帰国と同時に、ブラガン酒は以前の所領の支配権及び数々の称号をすべて取り戻し、復権を果たした。同じ1498年8月に、マヌエル一世の長男ミゲルダパスが誕生するまで、新王のおいで最も血縁の近い乱死相続者だった、ジャイメはポルトガル王位の推定相続人として短期間ながらポルトガル公の称号を帯びた。 ジャイメは1502年、アンダルシア地方の大貴族である、第三代メディナシドニア、公爵フ安ンアルフォンソペレスデグスマンの娘、レオノールを最初の妻に迎えた。しかし結婚から10年後の1512年、ジャイメは嫉妬心から妻を殺害させた。この殺害事件によりジャイメは直感をこむるが、国王の許しを得るためジャイメは、子外の私兵からなる、遠征部隊を組織し、 モロッコの大西洋岸の都市アゼムールを征服、献上して国王に許された。最初の妻レオノールデグスマンとの間に一難一条を設けた。1520年に再婚したジョアナ・デメンドーサとの間に8人の子女を設けた。ありがとうございます。